引き分けに終わるというところもありますので、今日はねまたシュートもかなり打っている中で、さあどうなってくるかという残り時間。さあ湘南、岡本からまたもらう、岡本コース変わった、湘南先制。最後は斉藤に当たったかというところでした ね、 岡本のシュートが、これが結果的に権田としては反応しづらい形になりました。ボールがサイドチェンジした時に後方から2枚走るんですね、1枚そうですね、斉藤に当たってますよね、当たってますよね、これが、あ、原川ですか、その前の、はい、あ、斉藤では原川の方に当たってコース変わって、そのままネット揺らしました。うまく左で持ち出しておいてサイドチェンジというところですね。トスは切り替えて、点を取りに行くっていう